創業再開に向けてですね、粘り強く努力をしてこられた漁業関係者の皆様に対して改めて敬意を表したいと思います。この水タコもね、イカもカニもノドグロですが、シラスも本当に美味しいし、もっと日本全国の皆さんにこの美味しい、美味しくて安全だということを知ってもらいたいと思いますので、我々もしっかりとね、日本中に向けて発信をしていきます。安全で美味しい福島の農水産物を風評に惑わされることなく、消費者の皆さんに実際に味わってほしいと願います。これは田んぼだったんです。ここは畑です。畑ですか。はい、おかげさまで町内の7カ所は年内中に全部手渡しできます。本当に今日はお帰りなさい。私もお話を伺っている伊藤さんですが、今年中に全部手渡しがですね、はい、終わるという、いよいよ、新しい未来の姿が見えて、このように思います。どうぞ。総様も作ってます。住宅再建、町づくり、その中においてですね、一番難しい問題はですね、土地の確保でありました。手続きをですね、大幅に簡素化、短縮化するプログラムを作りました。いわば被災地の特区的な被災地スペシャルなものでありますが、こうしたものをですね、活用して、さらに復興を加速化してまいります。